こんばんは。声楽家伴奏者育成コーチコレペティドールの香川です。今晩はちょっとその基礎が大事というお話をしようかと思っています。先日ですね、嬉しいことがありましてね。それはある生徒さんが、大人の生徒さんが、もう香川先生は天才ですって言ってくれたんです。もう天才じゃないですよ、もちろん天才じゃなくて、まあ、普通の人ですし、盆栽なんですけれども、まあ、なんでそういう発言があったかというと、彼女が歌ってた歌がね、ちょっとここをこのように変えてみたらと言ってやってみたら、うわー歌いやすいのとすごく面白くなったって言ってくれたんですよね。で、また今度、まあほとんど同じような日に別な方がね、私のアドバイスしたことをやったらば、あるところですごく褒めていただいたと。で、褒めていただいたところは全部ね、先生がおっしゃってて、アドバイスしてくださったことだったっていうことが書いてあったのと、それからまだ自分一人ではできないけれども、ここまでで自分が変化したのを感じているから、この先きっと変わるだろうというのがとてもワクワクするっていうふうに書いてあったんです。で、やっぱり、そうですね、そこで大事なのが基礎なんですよね。で、基礎って何かっていうと、まあ音楽で言うと、どういう順番で勉強していったらいいか。一つの曲を与えられた時に、とりあえず演奏してしまうのではなくて、こういうステップをしましょうという、そういうちょっと面倒くさいようなことですけど、そういう、基礎的なこと、それから和声を基本的なことは知っているとか、その知識としてだけじゃなくて、今度は感じることができるかとかいうこともやっぱり基礎的な力だと思うんですね。で、そういうものが、だけれどそういうものって今勉強したからすぐに、曲作りに反映されるわけじゃなくて、それが積もって積もって積もった時に、こう反射的にいろいろなものが出てきて、まあそれが、まあ、あるお弟子さんが、生徒さんが、先生天才ですねって言ったことにつながるのかなと思うんですけれども、まあ私自身が生まれながらにそういう力を持ってたわけじゃなくて、そういう基礎の細かいことを本当に、30年弱ぐらいですけれども、師匠のもとでもううるさく言われて、これはこうでしょ、これはこうでしょということを言われた、そのことの反復しているうちに自分の身になって、反応のように、あ、つまらないな、つまらないところはどうやったらいいかな、あの方法をやればいい、そういう時に出てくるんですよね。だから、そこで成果は出ないかもしれないけれども、でも長い目で見た時に自分ができるようになりたいと思うのだったらば、やっぱりきっちりと基礎を勉強していくことは必要だなと思います。そしてもう一つ大事なのは、いろいろな基礎の勉強が基礎で終わってしまうと、まあこれは演奏には何のこう影響も及ぼさないわけですよね。基礎をやって、まあそれが、頭の中で覚えることだったりとかしたらば、それをなるべく早く自分の体の一部にするようにしていくことも必要ですね。なんか、どうしても私たちって勉強するというと、こう頭でっかちになって、がんじがらめになって、それと音と別になってしまうような場面が多いんじゃないかなと思うんですけれども、私だけじゃなくて、音楽大学に行った人はみんな和声楽っていうのもね、勉強してやるんですけど、まあ中には得意な方とか、あとまあいい先生について、こう楽しくどんどん身につけた方いらっしゃるかもしれないけど、私はたまたま、もうほとんど音楽的じゃない授業を受けておりまして、これは禁止、これは禁止、これは禁止を覚えて、そして、禁止だからこっちに行ってって、
高校の時の数学みたいにもう公式を覚えてそれに当てはめるみたいなことをずっとやってたので、まあ和声が終わった瞬間音楽音とは全然結びつかない状況でした。でそんなもうその時にはこれを一生懸命やって作曲にどうつながるのかな、こんなの勉強すると作曲ってできるようになるのかなと思うぐらいなんだか音楽的じゃないなぁなんて思っていました。で卒業して、そして、イタリア人の指揮者につくようになって、それでまあ見破られたんでしょうね、あのハーモニーをやりなさいと言われて、で課題を与えられて、バス課題で上三声上三声を作るの、それを書いてはいけないと、考える時に書いてもいいけれど、先生のところに持っていく時にはバスだけの課題だけで、自分でやりなさいと、でいつかはこの考える時も書かないでやりなさいって言われたのがまあできなくて、その前は全部考えて書いて違うこれは禁止だと教科書を見てみたいなことをやってたのでもう大変だったんですけれども、ある時にその禁止事項に引っかかることがあったんですね。どうやってもうまくいかない、でもしょうがないので師匠に聞いたんです。これいけないことしてるんですけどいいんですかって言ったらば、師匠が綺麗だからいいんじゃないって言ったんですよね。綺麗だといいんだって、まあそうですね、音楽だから。そうなんです、なんかね一生懸命やってるとそこから外れちゃうところがあると思うんですよね。もともとこっちに行ったらば割とうまい流れに来ますよっていうのが和声の方に書かれてたはずなのに、いつの間にかなんかそれに縛られてそれで動こうみたいな、そういうような流れになってしまったことにそこで気づいたんですよね。まあそれからあともいろんなことはみんな、綺麗な方だからでいいねとか、まあこの、教科書を書いた人もたくさん問題作ったからつまらないのとか良くないのもあるねとか先生がよくおっしゃってましたけれども、そうやってまあ考えて、音につなげて、そして自分がやったものがどういう音になってるかなっていうことを繰り返していくうちに、私はあの和声に対する苦手意識は全くなくなりました。まあ今でも全部のことが分かってるわけではないけれども、だけれども一番大事なのは、自分で聞いてみておかしいとこがあったら確認すればいいんだなぐらいになっていったっていうところですね。で、そういうことが今度どういうふうに生きてきたかっていうと、曲を新しい曲を見た時に全部和声で見られるようになってきたんです。そうすると初見も早い、アンプも早くなりますよね。で、だいたい次の流れというのが読めるようになるので、もし、もしではごめんなさい、もしではなくて、これを何回かやったら何回目で変わるんだなとか、ここで意外な展開になるとか、それから転調したということをすごく敏感に感じるようになりました。で、演奏するときにそれをもっとはっきり表してあげれば、聴く人は初めて聴いた曲でもすぐ楽しめるようになるわけですよね。だからそこで和声というものが演奏につながる、作曲をしないのであっても楽譜を見たときにわかる、それから聞いた時にどうなるかっていうことも分かってくるんですよね。ですから基礎はすごく大事だと思います。習うことは大事だし、最初はね、先生に言われないと分からないと思います。それはしょうがない、先生はできてその習ってる人ができないという最初の状態は仕方がないと思うけれども、だけれどもそのこうやるといいですよと言われてやってみたら、あ、確かに演奏が良くなった、そうしたらだんだん自分の身にしていく、体の一部にしていく、知識にしていく、でその蓄積が大きくなれば、引き出しが大きくなれば、今度はだんだん自分で、新しい楽譜に挑戦する時もその引き出しから出すことで魅力的な演奏ができるようになります。まあ、ね、日本人はコピーが上手だし、まあ、時短なんて言うからなんかコピーしたくなっちゃうんだけれども、名演奏をコピーするだけでは
コピーでしかないので、やはりじっくりした勉強も大事だということを強く言いたいと思いまして、今日はおしゃべりしました。ではまた。